G20 第3回20カ国、地域首脳会合第3回20カ国、地域首脳会合は、2009年9月24日25日に、米国ペンシルベニア州ピッツバーグの、デイビッド・エル・ローレンス・コンベンションセンターで開催された、首脳会合である。2009年4月の G20 ロンドンサミット直後、世界金融危機に迅速に対応するために1年以内に、 G20 首脳会合を開くことが提案され、本首脳会合がアナウンスされた。米国のバラク・オバマ大統領が主催を申し出た本会合は当初国連総会の開催に合わせてニューヨークで開催される予定だったが、2009年5月28日、オバマ政権は開催地をピッツバーグに変更するとアナウンスした。これは 同志が20世紀後半の製造業衰退の後に経済復興を果たしたことを強調するためであった。協議された議題の中には国際通貨基金の抜本改革。さらに、フランスのニコラ・サルコジ大統領は実施済みの対策に関する評価を行うことを提案した。首脳会合の主会場であるデイビッド・イル・ローレンス・コンベンションセンターはリード・プログラムが認証した。 世界最大の建築物の一つである。また、各国首脳を迎えた、ワーキングディナーがフィップス植物園で催された。同植物園が選ばれた理由は、アースシェルター方式のウェルカムセンターや世界で最も、エネルギー効率の高い熱帯温室など、環境に優しい特徴を強調するためであった。その他、アンディ・ウォーホル美術館、ピッツバーグ創造、公園芸術高校、 テレサ・ハインツケリーの農場であるローズモントなど市内各所が会場として使用された。ピッツバーグに本拠を置くエネルギー供給会社であるダイレクトエナジービジネス社はクリーン電力証書の購入により G20 首脳会合開催期間中のピッツバーグ市の電力使用量を総裁した。ピッツバーグで首脳会合を開催するため開催まで数週間多くの対策が実施された。 ダウンタウンの通りの多くは再補装され、開催地近くのメロンアリーナで行われる予定だった、ピッツバーグペンギンズの NHL アイスホッケーの試合スケジュールが変更された。首脳会合開催の週は多くの通りが閉鎖され、交通規制が行われた。公立学校、大学、開催地近くの店舗、事務所の多くは閉鎖され、会議期間中休校、または自宅勤務となった。 また、ピッツバーグ市長のルーク・レイバンストールは、隠し問題の緩和のため、イベント開催中に抗議運動を行うと予想された、いくつかのグループと事前に打ち合わせを行った。オークランドで、シバスから出てくる機動隊首脳会合の期間中は、数千人の抗議運動参加者が予想されたため、同会合は国家特別警備行事に指定された。警備は、ピッツバーグ市警察の協力のもと、 アメリカ合衆国シークレットサービスによって行われた。4000人の警官が必要と見込まれたが、当初イベント開催時点で市には900人しかいなかった。このため、ペンシルベニア州警察は、スワット、ヘリコプター要員、牙警官、秘密捜査員、自転車警官、バイク警官を含む1000人以上の警官をダウンタウンの警備に提供すると約束した。6月以降、 アレゲーニー軍は警官75人をピッツバーグ市警察に送り込み特別訓練を受けさせた。ニューヨーク市とボルチモア市もまた複数の警官を派遣することを約束した。シカゴ市の警官の中には休暇を取って支援に駆けつける者もいた。イベント開催期間中、すべての警官はその所属にかかわらずシークレットサービスの指揮下に入った。チヌーク。 ブラックホークヘリコプター、装甲半ビー、陸軍兵士、そして、円外警備隊から M240 機関銃を備えた銃石の全長2フヒートのボートが大規模で暴力的な抗議運動あるいはテロリストによる攻撃に備えた。ピッツバーグサミットに出席した G20 首脳ピッツバーグサミットの会場の一つ、フィップス植物園で、 米国バラク・オバマ大統領と話すインド・マンモハン、新首相、G20 の首脳は2009年9月24日にピッツバーグに集まった。同日夕方、首脳たちはオークランドのフィップス植物園で開かれた歓迎会に出席した。首脳会合は9月25日の朝、ダウンタウンのデイビッド・イル・ローレンス・コンベンションセンターで始まった。国、地域印の国は、 G20 のメンバーと認識されていない。地域機関国際機関ピッツバーグ近くのローレンスビルにおける抗議運動参加者首脳会合に対する抗議運動の参加者の中には平和、環境、労働、社会的構成を訴える各組織が含まれていた。開催週の月曜日、ピープルズサミットなどの代替イベントが首脳会合に先駆けて開催された。 イベントではテントが張られ、デモや、その他のサミットが行われた。火曜日には、フリーダムカンファレンス2009と呼ばれる別の代替イベントが開かれ、保守的な草の根運動と自由市場アプローチが主張された。9月23日水曜日の午前10時15分頃グリーンピースの活動家たちが横断幕を掲げ、ウェストエンドブリッジから二酸化炭素排出量増加の 危険性を警告した。しばらくの間交通をストップさせたものの、8人の活動家は平和裏に引き上げた。9月24日木曜日、ローレンスビルのアーセナルパークで、ピッツバーグ G20 講義プロジェクトが直接、行動の日としてデモ行進を行った。サミット開始の数時間前、デモ行進を止めさせるため警察は、 OC スプレーを500人のデモ参加者に向けて発射した。警察はまたデモ参加者に対してサウンド砲を使用した。市当局は、米国内でデモ参加者に対してサウンド砲が使われたの初めてのケースであるとしている。デモ参加者の中には、レッツゴースティーラーズと叫ぶ反抗議運動を目にした者もいた。夕方遅く、各国首脳がフィップス植物園で、 ワーキングディナーに参加していた時、小さな群衆が近くのシェンレイプラザに集まった。当初は静かな集会であったが急速にエスカレートし、夜9時を回ると激しいものとなっていた。数百人の警官が、フォーブスアベニューとカテドラルオブラーニング近くのビゲロー、ブルバールにまで溢れ出た群衆を取り囲んだ。ボートを阻止するため、300人の機動隊員が、 ウィリアム・ピット・ユニオン背後の歩道に並び、さらに200人の警官が近くのホーブス・アベニューを封鎖した。しかし近くのピッツバーグ大学の学生たちも加わり、群衆は500人近くにまで増えた。警察は群衆に向けて OC スプレーを何度か発射した。警察がデモを粉砕した後、ホーブス・アベニューとクレーグ・ストリート沿いの店舗や事務所がボートにより荒らされた。 ピッツバーグ大学は学生たちに、オークランドの状況は悪化しています。学生は、自宅待機してくださいと警告した。9月25日金曜日の朝、ピッツバーグ G20 抗議プロジェクトは、市内の店舗や事務所で、エブリウェアプリテストと叫んだが、これらは大規模な抗議運動ではなかった。参加者の中には、オークランドのフォーブスアベニューとアトウッドストリートで黒い服を着て、 フラフープをくるくる回す者もいた。また、イーストリバティのセンターアベニューにある、スターバックスコーヒーにも、同じように少数の抗議運動参加者が集まった。金曜日の深夜までに、警察は逮捕者190人を含む4500人が、市内で抗議運動に参加したと見積もった。地域経済に約5万ドルの被害が、不当に逮捕され、 首脳会合を開催中の圧政的な警察戦術に屈服させられたとして数十人のピッツバーグ大学の学生たちが警察の取った行動の調査を要求している。ピッツバーグでの逮捕者の他に木曜日にはツイッターを使って抗議運動を支持した疑いによりケネディ軍区の近くで二人が逮捕された。これはおそらく米国でツイッターを使ったことで逮捕された初めてのケースである。 ペンシルベニアアメリカ自由人権協会の法務部長は、1980年代初期のポーランドで経験した会議限令と類似した対応であると類計化し、警備と市民の自由を両立する、よりバランスの取れたモデルは可能であると提唱している。首脳会合の最初の主なアナウンスメントの一つは、G20 首脳会合が国際経済協力のための新しい恒久的な協議の場になる。 ということであった。これは G20 会合が G8 を根本的に置き換えることを意味している。G8 は安全保障問題を扱う場として継続されるが、その影響力は低下すると考えられている。この決定により G8 には含まれていない中国、インド、ブラジルのような主要開発途上国が取り込まれることになる。ありがとうございます。